では大きな地震がありました能登地方の今後の天気予報に関してお伝えします。天気下り坂です。明日にかけてまとまった雨が予想されています。では現在の状況から確認します。こちら午後3時30分現在ですが、能登地方、石川県能登地方、今現在は雨は降っていませんが、能登半島の西の海上には雨雲が控えている状況です。こちらの雨雲は東の方向に進んでいます。この分ですとあと1時間ほどで、この雨雲が能登半島に近づき、かかり始めるといった状況です。だんだん雨雲は弱まる傾向であると見てはいますが、このあと夕方から夜にかけて、弱いながらも能登地方、雨が降る恐れがあります。そしてその雨一旦止んだとしても、明日にかけて、さらに前線が南下してきまして、まとまった雨の降る恐れが出てきています。そのあたり、見ていきましょう。こちら、今夜深夜日付が変わって5月6日、午前0時の予想です。この時点では能登半島の北に前線の雨雲がある状況です。では時間を動かしていきましょう。時間を進めていきますと能登半島に雨雲が近づきます。明け方あたりには、だんだん雨雲がかかり本降りの雨、そして、その後ですね、降ったり止んだりを繰り返すような形になると考えられますが、午後になりますとより雨が降っている時間が、長くなってきそうです。で前線が、南下します。夜になると、さらに本降りの雨、音を立てて降るような雨、また場合によっては雷を、伴うような、ことも考えられます。また風も強まりますので、時間帯によっては横殴りの雨という形に、なる恐れもありますので、そういった点も注意が必要です。そしてこの雨なんですが少なくとも明日いっぱいは、続くと考えられます。こちら5月7日日曜日の午前3時の予想になりますが、その頃には前線の雨雲は徐々に抜けて回復していくという形になります。この能登地方なんですがこのあと夕方から夜の初めにかけて弱いながらもポツポツパラパラと雨が降る恐れがあり、その後ですね明日はほぼ1日雨、午前中などは降ったり止んだりですが遅い時間ほど本降りの雨、強い雨になりそうです。ちょっと時間戻しましょう。こちら、明日の夜7時の、予想ですが、活発な雨雲がかかる予想になっています。では、その雨の予想降水量を、見てみましょう。こちら、明日の午前0時から、7日日曜日午前0時までの24時間の、積算降水量の予報になります。能登半島周辺ちょっと拡大しましょう。現在の、予報では、雨量、50ミリから100ミリの色のランクになっています。この方面では今後50ミリ以上の雨が1日で降るという形になっています。震度6強の地震がありました珠洲市周辺、この方面は地盤が緩んでいることが考えられます。そこにまとまった雨になります。普段であれば大きな地震がなければ被害などが発生しないような状況の雨だったとしても大きな揺れがあった後ですので100ミリにたとえ満たなくても土砂災害など発生する恐れがあります。また余震なども続いている状況です。地盤が緩んでいるところに雨が降り、さらに弱いながらも地震があったとしたらより土砂災害、崖崩れですねなどが発生するリスクが高まりますので、崩れやすい場所などには今後しばらく決して近づかないようにしてください。またですね風も強く吹くこともありますので、風に対してもね、今後しばらく注意を続けていただきたいと思います。震度6強の、地震がありました能登地方なんですが、これから明日にかけて、まとまった雨が予想されています。
普段であれば、被害が出るような雨でなくても大きな揺れがあった後です。最新の注意を、しばらく継続してください。予報センターから、能登半島周辺における、今夜、そして明日にかけての雨の情報をお伝えしました。